いよいよクライマックスファイナルステージ決まりましたが、はい、今どんな気持ちですか？まあやっと始まるなという感じです。はい、今シーズンは工藤監督から4番としてキャプテンに託されたシーズンのその集大成になると思うんですが、まあそうですね、クライマックス勝たないと、今まで143試合、やってきた意味がないというふうに思ってますし、まあ、2月1日に全員で集まって、ユニフォームを着た時から日本一を目指してやるんだという思いでやってきてましたので、まあ、本当にこのクライマックスをしっかり勝ち抜けるように、やらないといけないなというふうな気持ちではいます。地元に腰を据えての、まあ、紅白戦を中心とした調整だったんですが、これまでのところの仕上がりは内川選手いかがでしょうか？まあ、そのゲームで結果を出すことに関しては、またゲームの中でいろいろ考えなきゃいけない部分もあると思いますし、試合の流れの中でやらなきゃいけないことってもたくさんあると思いますけども、まあ明日の試合開始の時点で、100% の状態で立つというものには近づけた部分というのはあると思いますし、まあ、あとは気持ち作って明日の試合開始の時に、気持ちも体も 100% で向かうだけかなというふうに思ってます。今シーズンのロッテは長打にわたってどんな風に内川選手は見てらっしゃいましたか？そうですね、まあ、足の速い選手もたくさんいますし、まあ、中軸を打つ選手がしっかり、やってくるっていうのはね、もう分かっていることですし、まあ、周りの方も言ってますけど、まあ、下克上っていうのはね、すごく言われてますので、また第一ステージ勝って上がってくるっていうのは、まあ、相手の勢いをすごく感じる部分にもなると思いますので、まあ、その勢いに負けないように、やらなければいけないというふうに思ってますし、そうですね、本当に相手よりも上回る気持ちでね、やらないといけないなというふうに思ってます。最短ではその3戦で決着がつくという短期決戦ですけれども、こういう戦いというのは何が一番大事になりますか？そうですね、まあ、いつもと違うっていうのは絶対的なことだと思いますので、まあ、レギュラーシーズンと同じようにっていうのはなかなか難しい部分もあると思いますし、まあ、やっぱいつもと違うっていうふうに思うことじゃないですかね。はい、僕はいつもと同じようにするために自分の気持ちっていうのを使うよりも、もういつもと違うという、 こう緊張感を持った中でやることの方が大事だと思いますので、まあ、その緊張感を持った中でどれくらいできるのかっていうのはすごく大事になってくるかなというふうに思います。選手ご本人を拝見してますと、シーズンの終盤にすごくこう、まあ、今年1年を納得されるタイミングっていうのがあって、はい、そこからあとは非常にいい調整できているように思うんですが、そうですね、まあ、やっぱシーズン中いろいろ考えたこともありますし、気持ちの中でね、すっきりできない部分っていうのも当然ありましたけども、まあ、そういうのを経験させてもらった中で、優勝っていうのは本当に僕の中で一区切りつけた部分でもありましたので、もうこの短期決戦になってくると、もちろん個人の結果っても大事ですけども、チームとして勝つのか負けるのかっていう部分だと思いますので、チームは勝つためにどういうふうにできるのかっていうのを考えながらやろうかなというふうに思ってます。工藤監督は4番に座る内川選手を一人キーマンとして先ほど会見で挙げられたんですが、はい、まあ、そうですね、やっぱシーズン中もそうでしたけども、やっぱり柳田がチャンスの場面に歩かされるっていうことも出てくると思いますし、そこで打つのと打たないのっていうのは大きな差があると思いますので、まあ、シーズン中からずっとやってましたけども、自分が4番なんだっていう思いで、やろうと思ってますし、もう結果を出すことに関してはもう試合の中で見てみないとわからない部分がありますので、でもその結果を出すんだっていう気持ちだけは絶対持ってやりたいというふうに思ってます。さあ、短期決戦です。最後に意気込みを聞かせてください。まあ、そうですね、本当にこのクライマックス勝たないと143試合で優勝した意味っていうのはないと思ってますし、やっぱパリーグ代表としてね、日本シリーズに出るのはホークスだという気持ちで、やりたいと思ってますんで、まあ、地元でやりますしね、ロッテからもたくさん応援団来ると思いますけどもね、それに負けないぐらいのホークスファンの方が来てくれるのを楽しみにしてますしね、みんなで本当に喜べる瞬間まで頑張りたいなというふうに思います。代表以上です。はい、ありがとうございました。